はい、はい、じゃあ今日は、えー、7月の2日金曜日ですで今日もねいつも通り、えー、今日あった10個の良かったことを話していこうと思います、はい、まず1つ目、えー、チョコケーキを食べた <laughs> っていうのですえっとねこれは昨日昨日、えー、ローソンでチョコレートケーキを買いましたでローソンみんな知ってますかねコンビニエンスストア なんですけど、えっと、ローソンのスイーツはとっても美味しいんですで今期間限定でゴディバとローソンがコラボレーションしてケーキを作ってるんですねでそのゴディバのチョコケーキが売ってたのでそれを買いましたいくらだったかな多分ね400円くらいしたんですけどまあ、ゴディバのチョコケーキを 買いました。で、それを、えー、今日、食べました。で、めっちゃ美味しかったです。本当に美味しかった。まあ、ただ、私、普段、あの、甘いものとか、甘いものが食べるか。なんか、あんまりケーキ食べないんですよね。だからね、ちょっと今日、食べすぎちゃって、なんか、気持ち悪くなったんだけど、まあ、でも、とても、本当に美味しかった。なので、 チョコケーキを食べたっていうのが一つ目の良かったことですで、二つ目雨が降ってたっていうことでまあ、今も雨降ってるんですけどまあ私は雨の音を聞くのがとても好きなんですねで、今家の中で雨の音を聞きながらこのポッドキャストポッドキャストじゃないまあいいかポッドキャストを撮っていますなんか雨が降ってたっていうのは 私の中で良かったことのうちの一つですはい3つ目仕事が早く終わったということで私は普段あの金融系の会社で働いてますで、えー、コロナが始まってからは今ずっと在宅勤務をしていますで在宅勤務で9時から仕事するんですけどまあ今日ねもう2時くらいには仕事終わったんだよね <laughs> あの、することがね。で、本当は5時までなんだけど、まあ、もう2時で終わったし、と思って、2時以降は、読書をしていました。はい。ま、何かね、仕事をしているふりをして、一応、会社のパソコンは開けておいて、で、読書をしていました。なので、仕事が早く終わって、自分のために時間を使うことができました。これが、 3つ目の良かったことです。で、4つ目、え友、ー、と連絡を取っている。旧友ってちょっと難しいですよね。旧友は、オールフレンズのことです。まあ、えー、彼女は、高校生の時の友達で、えー、もう今、高校卒業しても、ね、10年以上経ってるんだけど、えい、ー、まだにずっと仲のいい、 数少ない友達の一人です。で、その彼女と今ね、あの、メッセージ。日本では LINE を使ってるんですけど、WhatsApp じゃなくてね、LINE っていうサービス。で、今、彼女と LINE をしてます。で、最近どうとか、まあ、キャッチアップをしてる状況ですね。まあ、それが今日、It made me happy ということで、4つ目の良かったことです。で、5つ目。 明日友達と会う。ま、あこれ今日じゃないんだけど、明日友達と会えることになりました。で、その友達も旧友、old friend。で、彼女も高校時代からの友達です。で、彼女は最近東京に引っ越してきたんですよ。で、私的にはもうそれが本当に嬉しくって、で、彼女が東京に引っ越してから初めて、 合いますなのでもうとっても今からワクワクしているという状況ですね。でこれが5つ目のいいことです。で6つ目いい知らせがあった。まあ、これは私のことじゃないのであまり言えないんですけれどもまあ、えー、いい知らせがあった。でそれははい嬉しかったことです。まあ、ちょっとごめんなさいね詳しく全然言えないんだけど。 はい。いい知らせがありました。と。で、次。何個目だ ?7 個目か。7個目。あ、私同じこと2個、2回書いてるね。雨の日の夜落ち着くって書いてます。これ、一緒だね。はい。雨の日、まあ、夜ね。うん。今、雨が降ってて。私、夜はね、電気消してるんですよ。まあ、つけてるけど、あのー、 メイインライトは消してます。でメインライトを消して間接照明って言ってえー、っと、スモールライトとあとキャンドルをつけてますだから結構私の部屋は夜は暗いんですけど、まあ、暗い部屋とあと雨の音っていうのがあーめっちゃいい感じですねもう本当になんか落ち着くっていう感じで。 ここ書いてますね。もう2回も書いてる。雨。雨が降ってたって。これ2回書くってことはよっぽど良かったんでしょうね。<laughs> 雨の日っていうのが。はい。これが、えー、何個目だ ?7 つ目の良かったことです。で、次、8つ目。えー、寄付があった。ドネーションがあった。ということです。で、えー、私のポッドキャストにいつもね、あの、ドネーション、 お願いしますということでリンクつけてるんですけど、まあ、今日あのー、ドネーションしてくれた人がいてなんか嬉しかったっていうことですねなんかあサポートしてくれたなと思ってポッドキャスト役に立ってるんだなと思えたのでそれは嬉しかったことですで次、えー、9つ目、えー、明日休みって書いてますはい えっと、今日金曜日で、私は土日が休みなので、明日休みです。まあでもね、休みなんだけど、まあ忙しいんだけど、そうだなまあでも私、休みだからって言って、あのー、たくさん寝たりしないんですよ。私は仕事の日も、休みの日も、あの、7時半には起きます。これは、あの、目覚まし時計がなくても、 アラームがなくても、えー、自然に目が覚めるんですね。7時半ぐらいになると。まあ、ただ、明日休みっていうことで、まあ、ちょっと気持ちが楽いや、でもね、最近仕事があっても別に何とも思わないんですよね。やっぱ在宅勤務っていいなって思って、っ在宅勤務してるとね、本当に、うわ、明日月曜日かっていう気持ちが全くないんですよ。 だから別に仕事があろうが、明日休みだろうが、別に気持ちは一緒変わらない。だからもう本当にね、在宅勤務になってよかったって私は思ってます。まあでも明日休みっていうことで嬉しいなと思ったので書いてます。で、最後、えー、っと、10個目ですね。これは運動したって書いてます。で私は毎日散歩に行くんですけど、 ま、今日はね、雨が降ってて散歩に行けなかったので、えー、っと、家で運動しました。で、家で何したかっていうと、YouTube のダンスエクササイズをしてます。で、YouTube でね、あの、ダンスのエクササイズのビデオを流して、で、それを見ながら家で踊る。で、それがね、結構ね、あの、楽しいんですよね、やっぱりダンスだから。 大体15分ぐらいでだ、めっちゃ汗かいたんだけど、まあでもね、あの、雨の日限定のエクササイズなので、私の中で。まあそれは楽しかったなと思って、久しぶりに運動ができて楽しかったなと思ってます。はい、ちょうど10分経ったね。で、これが私の今日の良かった10個のことです。で、私は毎日こうやってね、あのー、 良かったこと今日あって良かったことを十個書いてますで、えー、っとこんな感じでポッドキャスト撮りながらここで、まあ、10個話してる私ねもう楽しいんですよこれ喋るの <laughs> だから別にねなんか、あのー、本当になんか聞いてくれてる人が楽しいかどうかわかんないんだけど私はこの十個を説明するのを楽しんでるので今後もできる限りやりたいなと思って 出ます。はいでは皆さんもね今日は今日素敵な一日をお過ごしくださいはい Have a nice day バイバイ